忙しい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 、あ、緑じゃん。ちょうどいいとこ来た。鉄道手、鉄道手、鉄道手。忙しい、ちょうどいいとこ来た。暑いのにも。これ、はい、これ持って、これ持って。何高岡見持って。何これ。頼む、なんかな、頼まれ事が今日は忙しいって忙しいっていっぱいあって忙しいね。何してんの生命さん、これ持つからな。よし、行くで。ここに祭壇があります。何やの。ええから、真似するんや。ここに祭壇があるから、回るで。向こう、はい。雨降らせ、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 蔵おかみの神、高おかみの神、雨降らせ、雨降らせ。何雨乞いしてんのこれ。そうや、雨乞いの祭壇やね。それ言うてや、何してんの。さあ、行くで、せーので、一緒に。雨降らせ。これ何、生命さん書いたやつ。そうや、これは、雨降らし、高尾神、お神の神さやな。ちょっと近くで、はい、お神の神です。龍神さんやな、これな。雨を降らしてくれるの、この神さんに頼んだら。今日なんか37度か40度ぐらいで、みんな溶けて死んでるやろ。ニューカー神の神社の神さんやろ。そうそう、前お祭りしたことあるわ昔。古事記日本書紀にも出てくる。お神の神とか高お神とか蔵お神とか、うん、でこれは犬ちゃうで、ちゃんと書いてあるな。法の黒馬、雨降らすときは黒い馬、はい、を奉納して、晴れるときは白い馬を奉納すんねんな。あそこの神社ってな、ダムに沈んでんで、知ってる。知ってるで。はい、こっち、はい、お神の神、生命さんのポップアート、馬。こっちは馬らしいな。さあ、もう一回ちょっとやろうか。こんな感じで真似しといて。雨降らせ、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 雨降らせ。緑ちゃん、この中に入ってるもんちょっと巻いて。何最後の雨降らせ、雨降らせ。そうそう、狼、それ馬。狼。雨降らせ、雨降らせ、雨の日で、はい、雨降らせ。セームさんなので最後、雨降らせ、雨降らせ、雨降らせ、雨降らさな、川の水汚すぞ、雨降らさへんだら水汚すぞ、雨降らせ。よっしゃ、終わった。ああ、これで今日はな、7軒目やね。ちょうどみどりちゃんが来て助かった。ちょっと休憩に。呼ばれてんの。そうやん、今日はすごいで。38度とか40度のとこ行ってきたな。多治見とかな。四国も暑いね。はい、じゃあちょっと、ありがとう。今日はな、緑ちゃんの好きな、かりんと、芋かりんと。これ雨乞い行く時の高速で見つけて。うん、あ、お下がりにしとこう。うん、はい、これと、酵母ジュース。これちょっと飲んで。埴輪の馬がいてるやん。馬乗っとき。ここで。馬乗っていてもいいで。またほんでどっか行くの、はい、忙しいねんな今日。いや、今日はもう、今度は明日やな。馬乗るか。乗れてる。高狼の神様。はい。雨降らしてあげてください。生命さん、今日のな。うん。また、あれ。タイトル言うの忘れてる。あ、忘れてるわ。忙しいから。な、タイトル何やった？今日は何月何日？第一のタイトル、生命さんのポップアート。これね、高狼。こんな感じ。で、雨乞いの儀式。これ
これは、あ、生命さんと座敷わらしのみどるちゃんの部屋、古神と古事記まじないのお話をするようで、今日は雨乞いを2人でしました。これで必ず雨が降るでしょう。まあ、お菓子食べて。芋けんぴおいしいな。これおいしいやろ。みどりちゃんこれ好きやから止まらへん。お菓子は好きなお菓子買ったらあかんで、止まらんようになるから。え、ほんでもう言うたん、タイトル。タイトル今言う、言うたん。え、聞いてへんかった。芋けんぴおいしいから。今日はこのぐらいにしとこうかな。もう終わろうか。うん、ま、雨も明日ぐらいから降るんちゃうか。もう暑いからもう。あ、これが映っとらんかった。はい、おかみ、倉おかみ、高おかみ、ペアです。もう一人いたはんで、水、水葉の芽。あ、これやな。水葉の芽も登場。水葉の芽様。イザナギとイザナミの話やな。イザナギ。実は火の神を産んで、まあ、病に伏せて死んでしまうところにおしっこをしたんか、垂れ流した尿、うん、尿から決心した神さん、神さんやな、水の神さん、はい、龍神さんにはほんまにちょっと頑張ってほしいな。雨降らして川の龍神さん、池の龍神さん、全部総動員で出てきてちょうだい。お願いします。はい、またね。またね。雨降らせ。雨降らせ。じゃあ、今日はこの辺でおしまい。で、どうやろ。このまじないで雨降るかな。